すすきとそら、鹿踊りの始まりは、宮沢賢治の童話。1924年に出版された、賢治の最初の童話集、注文の多い料理店に収録された作品の一つで、ある。北上川の東側から移住して畑を開いて、暮らしていた百姓の果汁は、ある時、栗の木から落ちて、足を痛め、当時のために、西の山にある温泉に出かけた。 その途中、果汁は、持ってきた土地と泡の団子を食べ始めたが、鹿に食べさせようと少し残して出発した。少し行ったところで、果汁は手拭いを忘れたことに気づいて引き返し、六頭の鹿の一団と遭遇する。六頭の鹿は、見たことのない手拭いに興味を持ち、周りを巡って踊り始める。すると、果汁は、鹿の言葉がわかるようになり、鹿たちが、 手拭いの正体について、議論しているのが聞こえてくる。鹿たちは手拭いを生き物とみなして、警戒していたが次第に大胆となって、干上がったなめくじであろうと結論づける。そして果汁の残した土地団子を分け合う。果汁は一部始終を、すすきの陰に隠れて見ていたが、一頭ずつ歌を披露して、鹿たちが輪になって巡り踊るのを見て心を奪われ、 自分も鹿になったような気がして飛び出してしまう。鹿たちは一斉に西に向かって逃げ去って、夕焼けの野原に荷重だけが残される。荷重が鹿たちによって穴の開けられた手拭いを拾って、西に向かって歩き始めるところで物語が終わる。本作は私が西風による伝聞を語るという形式になっており、私の語るエピソードの主人公が荷重である。 この物語は岩手県に伝わる鹿踊りをモチーフにしたものであり、鹿踊りの本当の精神がテーマとなっている。入植者である荷重は鹿の歌を聴き、改めて風景を見て思わず拝んでいる。賢治自身が寄贈したと推測される童話集の広告チラシには、本作についてまだ棒れない大きな愛の感情です。すすきの花の向かい日や、 きらめく赤葛の樹立の中に鹿が無心に遊んでいます。人は自分と鹿との区別を忘れ一緒に踊ろうとさえしますと記されている。また私によって語られる登場人物の会話はすべて東北地方の方言が使用されている。この作品中で鹿が歌った六編の歌はテレビドラマ北の国からの第一話で登場人物のクマが んたちに労働について語る場面で登場している。かよう、ありがとうございます。